はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望戦国立志伝ですね、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、石田の、まあ、裏切りに遭うという形で、かなり厳しい状況に立たれているというのを見ていただきました。で、今特にですね、三河から遠江、駿河にかけての小早川家勢力がもう孤立しているという状態で、石田、徳川に囲まれているということで、まあ、ちょっとここを守りきるのが難しくなるんじゃないかなという状況に追い込まれています。なので丹波方面ですね、この辺りをなんとか死守していきたいなというふうに思っているので、戦略の見直しが必要になってきそうな感じがします。とはいえ今更ですね、島津と戦う力も正直ないというところなので、まあ、うまくね、毛利、長宗我部の力を借りながら、機内からちょっとね、戦略の組み立ての し直しを考えていきたいと思っています。で、朝廷外交とかね、やっていっている状況ではあるんですけど、まだ朝廷外交ができる90まで溜まって100まで溜まっていないので、ちょっとどうにもならないかなというところなんですよね。で、各情勢を見ておくとですね、まず清洲城を失う気配で、名古屋城はすでに失いましたというところですね。今岡崎城の防衛に努めています。で、一方徳川勢に関しては八王子、玉縄、あと久留里、この3つの城に敵が攻め寄せてきているので、ここをなんとか防衛しなければいけないという状況になっています。我が領内に敵が迫っております。まあ、ちょっといずれにしても厳しい状況ですね。房総半島は失うのを覚悟した方がいいかもしれないな。で、犬以上に対しても敵の軍勢3万5000が攻めてきているのに対し、味方は忠興の2000だけか。他援軍が出せそうなところもないしな。まあ、反転攻勢という意味ではこの有子山、猫ちゃんだな、猫ちゃんのところを攻めてるっていうところですね。まあ、ここがしっかり取れれば多少はマシになるかなとは思うんですが、キヨスが落ちましたね。岡崎も危ないな。そうなるとどうなんだろうな。石田と和睦の道はもはやないと思っていいと思うんですよね。ご命令報告いたす。先月の終始。ちょっと朝廷外交の状況を見ておきましょうか。朝廷外交が92、あと2ヶ月かかりますね、100になるまでには。で、その他交渉できるところもなければ断絶状態なので、石田、徳川とは断絶状態なので外交を打つ術がないですね。なので一度やっぱり、丹波方面まで兵を引かざるを得ないかな。で、キーの災害もちょっと失うかなって感じだな。なんとかね、この須野本で敵を食い止めなきゃいけないですね。そうなると、お味方が捕らえられました。お味方が捕獲されました。八王子くるい、まあ、ちょっと関東からは一旦兵を引くしかないな。関東だけじゃなくて駿河、道東に三河あたりもどうにもならないね。さて、これで今朝廷外交ができる状態になったので、どうする？本当に悩むな。石田と外交するか、徳川と外交するか。やっぱり石田なんだよな。ただな、もうこの関東をまた平らげるっていうのは無理だからな。となるとやっぱり石田と組んで徳川を討つっていう当初の目的に立ち戻りましょうか。
残り6ヶ月の間でどうにかなるとも思えないけどな。城へ戻る。戻るぞ。騎乗する。騎乗します。そうなると玉縄をなんとか死守したくなるね。暴走アントは一度失うのを覚悟で玉縄城を死守だな。小田原城、玉縄城を死守しかないかな。城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が方の城包囲されました。お味方が捕らえられました。城が取り囲まれました。いやもう打つ手がないな。本当に打つ手がない。どうする。そうするとまず朝廷外交を入れておきましょう。まだ諦めるのは早いですからね。報告します。ただ徳川勢の反攻作戦を食い止める力がもはやないので、小田原城まで一旦兵を引きましょう。出陣するぞ。ちょっと戦線を後退させる羽目になりましたけど、なんとか小田原城で絶対に敵を食い止めるっていうね。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。工作もできないね。なんとか石田ともう一度。関係の再構築をしたいところだけど。我が領内に敵が迫っております。我が方の城奪われました。ご命令を報告します。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 先月の収支です。しまった、長宗我部と何もしてないわ。となると長宗我部に対しては贈り物を送っておかないとまずいな。我が方の城奪われました。お味方が捕獲されました。我が領内に敵が迫っております。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。さて困ったな。それにしても困ったぞ。有子山は毛利が取ったんだな。勇気ディエスに寝返ったか。
気持ちはわかる。養生を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。さあ石田との停戦が切れる。でここで贈り物を送ろう、二等級のものを送ろう。これで信頼にまず変える。で絶対に戦闘を起こさない、常に信頼状態をキープ。甲府城に5500、立山城に18200。甲府をどうするかだな。甲府の処置、甲府に援軍出すか、小早川秀明を出せばなんとかしのげそうだけどな。小早川秀明を出そう。随所で外交のほころびが出てきてるからな。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。26ヶ月もかかるの。石田との信頼回復のためには本当に予断を許さない状態が続いてるな。一旦は甲府城は守りきれたんで撤兵させましょう。城へ戻る。でその上でだ、石田、長宗我部、この辺りの動きは常にチェックしておかないとな。ご命令を報告します。立山はもう正直失うのを前提にしておいた方がいいんで、あとはもう石田と徳川が潰し合いをしてくれるのを祈るしかないね。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。さあ早速同盟を結んじゃおう。いや勧誘した方が早いな。これで長宗我部はこちらに組み入れられるでしょう。で問題はやっぱり石田の処置なんですよね。石田の処置、石田の処置を考えるんであれば、どうするかな。本当に悩ましいけど、石田とはやっぱりこの状態をキープしてもう一度同盟を結んでって考えると、立山はもう失うのはしょうがないとして、玉縄と甲府で徳川勢を食い止めましょう。で何が何でも石田ともう一度同盟を結ぶ、そこまで持ってきます。お味方が捕獲されました。命令を報告します。ダメ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 よ。報告します。先月の収支です。報告します。石田と今先端を開くっていう愚策だけは絶対にダメなんで、工作工作、小早川秀明に変えて朝廷外交は金がないと。なるほど。であればここは兵糧を売ってでも
朝廷外交をやりましょう。先月の収支です。報告します。いや本当に神経戦だな。長宗壁とは連合があるのでこの状態をキープしておいて、問題は石田だな。石田にもう一回贈り物を送って信頼を確実なものにしておきたいんだけどな。とにかく石田さんには、石田が裏切ったけど石田さんに詫びを入れに行きましょう。命令を報告します。報告します。いや金もあげられないわ。今何もしてあげられない。交渉もできないしな。朝廷外交はあと2ヶ月で完遂できる。で贈り物は石田にはまだ送れない。石田への工作状況は34まで来てますね。甲府省24200。我が領内に敵が迫っております。そしたらまず甲府城は絶対に死守したいんで、小早川勢を派遣しましょう。先月の収支です。報告します。よし、朝廷外交は完了しましたね。で、甲府城に18,700の敵の軍勢。さあここは何としても絶対に守りきりたいんで、さらに甲府城に援軍を出しましょう。でだ、まだ石田との信頼関係は維持しているものの49の信頼度なので、ここからさらにやっていかなきゃいけないことが、石田との戦端を絶対に開かないということですね。贈り物もまだ贈れないね。とにかくここは神経をねすり減らしますけども、石田と6ヶ月の同盟が結べる状態までまずは持っていかないと。急いで。で反有機連合は壊滅したね。ここでもう一度速攻で連合を組み直さないと報告します。大変まずいことになりますんで。先月の収支です。報告します。まずは連合結成。標的は徳川ではなく有機です。で名手は毛利になってもらって、いつもの九州の人たちを誘い、長宗壁大谷までだね。ここでね石田っていう選択肢が出てきてくれるとめちゃくちゃ助かるんですけどね。さあようやく60になったぞ。信頼は信用かな。さあ早速石田とは同盟を結びましょう。まずは同盟。報告します。報告します。先月の収支です。まずはリカバリーしないとね。ここしっかり。
その上で贈り物が贈れるようになったら、また石田さんにはガリガリ贈り物を送って、常に高い信用度をキープしとかないと。よし、これで石田と同盟が再び結べたね。これは大きい。これでひとまずは安心ですね。だいぶこう後戻りしちゃった感じはあるけどな。ちなみに今の勢力でいうと、石田勢が拠点数48、武将が87で66万、少ないね武将の数が。で徳川勢は武将の数が168万で兵数が40万、で結城家が武将が91で兵数が49万。まあやっぱ石田としっかり組めれば十分に戦えるんだよな。石田がね全然信用できないからな。よし、そしたら当初の目標に戻って、徳川を潰しにかかりましょう。で最前線である、小田原甲府、ここは絶対死守ですね。でも当分の間は、石田との同盟を24ヶ月結べる状態に持っていくっていうのを最重要課題に掲げておきましょう。何なりとお申し付けよ。金がないな、金が。いや金はあげられないんだわ今。下田城の攻略は全然手伝いましょう。手伝います。信頼が一気に20上がるんで手伝います。敵が我が領内に向かっております。そうするとまずは甲府城に対しては三河から援軍を出しましょう。で下田を攻めたいんでしょ。下田を攻める軍勢は小早川秀明自ら攻めましょう。さらに援軍を出して、これで満足してくれるんじゃないかな。逃げるなら今のうちだ。敵将捕獲した、ご命令を。よし、これで今石田との関係が修好状態になっているので、ここでもう一度贈り物を送りましょう。三等級。逃げるなら今のうちだ。雨降って地固まるっていう状態になればいいんですけどね。先月の収支です。そしたら甲府は絶対に失いたくないので、さらに援軍6000を甲府に出しましょう。で中野からも増援5200、これを入れます。で石田が城を取ったんで、これで一旦兵を引きましょう。で信頼が99になっている。よし、これで24ヶ月の同盟、さらには婚姻同盟も結んで盤石なものにしちゃいましょう。養生を始めます。先月の収支です。報告します。24ヶ月の同盟、もちろん24ヶ月だ。で工作して、よし、これで一旦は完全にリカバリーしたね。再び徳川攻めが行えるかな。これで問題は毛利が変な動きをしないことだな。毛利がさっきまでね
毛利に援軍をして有子山を攻めさせてたんですけど、今となっては毛利が変な動きをして石田を苦しめない、圧迫しないことが最重要動向監視になりますね。で、あとは石田勢がしっかり徳川に睨みを聞かせてくれればしばらくは戦えるかな。ちょっと米とかもなくなってきてるんでね、心配なところはありますが、一旦は石田に土下座外交を行って、なんとかリカバーできたので、この後再びねちょっとまた後退しちゃいましたけども、徳川を滅ぼすための戦い頑張っていきましょう。これね本当第何話まで行くんだっていうぐらいグダグダのプレイになってしまってるんですけども、まあ、ちょっとねこの後今後は雑談なんかも入れながら、のんびりプレイしていければなと思いますんで、ぜひぜひ皆さんお付き合いいただければ、嬉しいなというふうに思っていますんで、引き続きよろしくお願いいたします。で、九州の方もいいし、一応軍勢は全部配備してあるんで大丈夫だよね。まあ、問題は石田勢がしっかりやってくれるかどうかだけど、あ、連合に入ってくれないね、脱退しかないね。連合にね、それこそ石田さんが入ってくれると嬉しいなと思ったんですけど、ちなみに外交で交渉で石田は婚姻同盟結びたいんで、次は100まで持っていかなきゃいけないね。で、工作で石田に対しては8ずつ上がっていくんで、13ヶ月で100まで持っていけるんで、100になった後はしっかり婚姻同盟を結んで、もう盤石な関係を結びましょう。はい、というわけで時間がそろそろ30分になりますので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。